はい、今から書きたいと思います。ではでは、難しいですね、これ意外と。できた。お、なんかすごい。オープンします。オープン。おお、すごい。似てる。そっくりですね。わあ、すごい。いきます。これをだいたいバランスよく、あ、いい感じじゃないですか。ちょっと上に上げてもいいのかな。大丈夫です。いや、この辺でいいや。いい感じですね。できました。お、すごい、これもちゃんとチョコレートでできてる。すごい、出来上がりました。じゃーん。多分のぼう先生は知らないと思うので、喜んでもらえたら嬉しいです。で、いつもの感謝の気持ちをこのチョコレートに込めているので、のぼう先生に渡したいと思います。はい。先生に、はい、バレンタインのチョコレートを持ってきました。なので先生、開けてみてください。はい、ありがとうございます。上のところ、あれ、ここからカポって、あ、こっちだった。じゃーん、すごい似てる。これマオが書きました。あ、本当に、はい、ありがとうございます。はい、こんな大きい、こんなでかいもの全部食べれるかな。初めてバレンタイン渡される。はい、そうです。いつもはなんだかんだ通り過ぎてしまって先生に渡すことできないかったんですけど、今年はちょっと渡したいなと思って。はい、初めてもらった感想はいかがですか。いや、びっくりしてることととっても嬉しいです。はい、ありがとうございます。クレープはマオさんが書かれた。はい、そうです。これはマオが書いたの。結構難しいんですよ、書くのが。でもこの先生そっくり。ね。どんな気持ちで書かれますか。いや、本当にいつもお世話になっているので、いつもありがとうございますという気持ちを込めて、そしてまた今年もよろしくお願いしますという気持ちも込めて、はい、はい、書きました。これをいただいて、元気になって、はい、今シーズン頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、もったいないね。ここ隅っこから、でもちょっとでも大丈夫ですよ先生。本当にチョコレートになってる。いただきます。はい、うん、甘くて美味しいです。よかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すっごい香りがする。